皆さん、こんにちは。ケーブルテレビのです。今日の散歩はですね、地方で展開するとあるテレビ局が地元にある名所に訪れ紹介するという番組で撮影した映像のようである。人は意外と自分の住んでいる土地のことはあまりよく知らないものである。得てして地元は凡庸で見るべきものなどないと思い込んでいることもある。しかしこういう番組で思わぬ名所や名称を知ることができ、地元に対する印象も変わったりもする。そしてそんな人知れぬ場所のサプライズは良い方向のものだけであろうはずはない。本当、上空は雲一つない青空だったので、今回は見えるかなと思ったんですが、なかなか見えることは難しいですね。逆にね、ここで見えたらね、すごく幸せな気持ちになりますよね。というわけで、結構ポカポカと、ね、冬なんですが、暖かい陽気なんですけども、こちらには、ということでね、立派な像がありますね。見える街づくりということで、推進してるらしいです。いやー、とても見晴らしが良くて、そして気持ちいい。もう一つこちらに足元のマークがあるんですけども、はい、こちらに足を合わせてみますと、ちょうど前方にですね、がありますね。がございます。で、右手に、そして左手に、があるということなんですね。あ、結構街並み見ることができますね。まだ木々はね、緑がくっついてないんですけども、冬なのでね、こちら季節が変わっても結構楽しめる場所なんじゃないでしょうか。さて、こちらの東屋で今日はちょっとゆっくりしようかなと思います。いやー、こちらね、座ってね、あったかい飲み物なんか用意してね、景色を見ながら楽しむのもいいんじゃないでしょうか。あまり人がね、少ないのでね、本当にのんびりとできるような感じでございます。東屋なんですけども、こちらになんと鉄道遺産が眠っているのをご存知でしょうか。上空見てみてください。はい、こちら鉄の針なんですが、ただの鉄の針ではないんですよ。なんだかわかりますか。なんとですね、開業した当初のですね、の駅舎で使われていた鉄の針なんですね。結構ね、錆びてはいるんですけども、古き良きというような形でね、あの頃、私はまだ生きていませんが、あの頃を思い出すような、ちょっとね、いい感じのレトロな雰囲気を漂わせてくれています。さて、景色も良くて、こういった鉄道遺産も見られるこちらの場所、ぜひ皆さんお越しください。バイバーイ。お分かりいただけただろうか。梁の向こうから覗き込む視線をないでしょうか。あまり人がね、少ないのでね、本当にのんびりとできるような感じでございます。東屋なんですけども、こちらになんと鉄道遺産が眠っているのをご存知でしょうか。上空見てみてください。はい、こちら鉄の針なんですが、ただの鉄の針ではないんですよ。なんだかわかりますか。なんとですね、開業した当初のですね、の駅舎で使われていた鉄の針なんですね。結構ね、錆びてはいるんですけども、古き良きというような形でね、私はまだ生きていませんが、あの頃を思い出すような、ちょっとね、いい感じのレトロな雰囲気を漂わせてくれています。さて、景色も良くて、こういった鉄道遺産も見られるこちらの場所、ぜひ皆さんお越しください。バイバーイ。
もう一度ゆっくりとご覧いただこう。レポーターの女性が歴史ある鉄の梁を紹介し、視線を上に上げた時、屋根の上から逆さまに覗き込む顔のようなものが出現した。髪の毛をかすかに揺らしながら長く垂らし、背後の青空とは不釣り合いの青白い面持ちでこちらを見つめている。郷土史を紐解くと、その昔この駅舎があったという駅ではひどい事故が起きていることが分かった。客車の脱線が起き、避難しようと線路に出た乗客たちに貨物が突っ込んだという惨事だったようだ。その時の記憶を移築されてもなおこの建物は残しているのだろうか。久しぶりにみんなで集まった友人グループ、宅飲みが始まっているようだ。元からカメラが趣味の撮影者は新しい機材を買ったということもあり、一人黙々とカメラを回している。男性グループの中にこう一点女性が加わっているが、ご多分に漏れず男性たちは虎視眈々と狙っているだろうことは想像に難くない。そんな軽い緊張感を秘めつつも和気あいあいとした映像が進行していくのだが、一応聞いといて。帰ってきた。それとなくね。それとなく。俺クールにしてるから。それとなく。ああ。いいや。はい、お帰り。どうなんですか、その件に関して。何よ。彼氏ができたって言ったら、ママね、いやいや、それはもう真相は闇の中な感じで。なんで教えてくんないの。だってすぐ言うんだもん、人に。あんまいけないよ、そういうのは。彼氏いなかったら狙ってたって。ね、え、誰よ。それ言っちゃう。俺だな。お分かりいただけただろうか。闇から這い出ようとする薄汚れた姿を。それとなくね、俺クールにしてるから。それとなく。ああ、はい、わかりました。
どうなんですかその件に関して。何どうやるか、彼氏ができたって言ったらないんですよ。パパね、いやいや、それはそれも真相は闇の中な感じで。なんで教えてくんないよ。だって、すぐ言うんだもん、人に。あんまいけないよ、そういうのは。彼氏いなかったら狙ってたって。ね、え、誰よ。それ言っちゃう。あ、俺だな、俺だな。ショックやったって話だよね。何がして誰が誰なの。ショックやったって話でしょ。違うよ、寂しくなるなって意味だよ。そういうことね。するだけだから俺ね。今までもそう、この5人で遊んできたんだよ。一人身軍団だったでしょ。え、でも寂しくなるなって話。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。突如、テーブルの下から正気のない中年男性のようなものが現れ、女性の方へ這い出ようとしているように見える。この部屋は画面に映るグレーのパーカーを着た男性が住んでいるそうだが、彼は演劇をやっていることもあり、少しでも生活費を切り詰めようとかなり安い値段設定の物件を見つけ借りているのだという。家賃の理由はおそらくはここで孤独死した男性でもいたからだろう。そしてそうだとすると、その男は賑やかな雰囲気に引きずられて姿を現してしまったのかもしれない。